はい、どうも皆さん、こんにちは。いついこです。それでは今回なんですけども、しかしですレスマホ決済キャンペーンまとめ3月後半も目が離せないということで、今回もやってきましたキャンペーン日曜日のまとめ動画ですね。今回はですね、3月の23から3月の29日までの今週1週間で開催される主なキャンペーンをピックアップして簡単にサクッとお伝えしていこうと思います。一部のキャンペーンについては覗いてますのでご了承ください。それでは行ってみましょう。 それではまずはペイペイからですね。まずペイペイは街角ペイペイ第2弾ですね。期間は3月の31日まででして、キャッシュレスション者還元事業の5%のお店であれば20回に1回の確率で最大1000円相当が戻ってくるキャンペーンということで、ペイペイチャンスに抽選に外れた場合でも最低でも実質6.5%は還元されます。いや、今月も残り少ないので、もう最後のペイペイチャンスも当てたいところではありますね。 次にペイペイモールです。ペイペイモールでは期間は3月31日までキャンペーン中で最大で20%還元されるキャンペーンとなっております。同時進行で現在ペイペイモールのゾゾタウンでは最大で30%還元のキャンペーンも開催されています。こちらもいよいよ終盤ですね。そしてペイペイフリーマーも最大20%還元キャンペーンが開催中でこちらは3月の31日までとなっております。そしてペイペイあと残りのこちらの4つのキャンペーンも開催中です。まずはこちらの対象のスーパーにて5%還元ということですこちらも3月31日まで ということなんですけども、このキャンペーンでは時間指定がありまして、10時から14時までとなっております。ソフトバンクワイモバイル、プレイヤフープレミアム会員の方は10%還元。で、お住まいの近くに対象のスーパーがあればぜひ利用してみてください。結構ですね、対象のスーパーで実際に PayPay ペペで掲載されている方を見かけると、なんだか嬉しくなります。 次に対象のクリーニング店で10%還元ということでこちらも同じく3月の31日までですね。まだ冬物を出されてない方はですね、今のうちにクリーニング出すタイミングかなと思います。次は伊藤への対象自販機にて最大20%還元のキャンペーン。こちらも3月の31日までとなっております。毎度お伝えしてるんですけども、まあこの自販機が本当に福岡市内ではなかなか見つからないです。まあ3月中には本当に見つけたいですね。そしてガストでペイペイ決済して10%還元ということで ということでこちらはソフトバンクモバイルヤフープレミアム会員の方は20%還元となります。こちらも3月31日までですね。注文時のタッチパネルは結構便利なのでぜひですねガストで体験してみてください。次は D 払いです。D 払いでは主に3種類のキャンペーンなんですけども今もうすでに囲っている1つ目は D 払い生活応援キャンペーンキャッシュレス消費者還元の5%のお店であれば D 払いがさらに5%上乗せをして合計10%の D ポイント還元がされるキャンペーンとなっております。こちら3月31日までですね。2つ目は飲食店プ 10還元のキャンンペーンこちらも3月31日まででこ,れこちらは11時から14時の間に対象の飲食店で D 払いで決済を行ったら D ポイント10%分が還元されます。 そして3つ目は D バナイ街のお店で10%還元キャンペーン。こちらがラストの週となりまして、3月の26日までとなっております。対象のお店で期間中にお買い物をしたら10%還元されるんですが、まだちょっと僕自身全然使えてないので、今週はちょっとこれを使おうかなと思います。あと D ポイントのキャンペーンですね。D ポイントがまあちょっとキャンペーンが多めです。こちらローソンで iPhone に D ポイントカードを設定した状態で Apple Pay で決済したら D ポイントが7倍還元されるキャンペーンってのが開催中で、 昨日ですね、ローソンでお得に買い物をする方法というような動画をアップしましたので、ぜひそちらもチェックしてみてください。こちら、期間は4月の17日までですね。あと、ローソンではこちらも開催中です。春の D ポイント祭りということで、3月の23日までであれば、ローソンで対象のお弁当ですとか、おにぎりなどを購入したら D ポイントが30ポイントから50ポイントほどもらえまして、今度の3月の24日から3月の30日まででしたら、街カフェドリンクを購入ごとに50 ポイントがもらえるのでここちょっと日にち間違えないようにお願いしますそしてこちらもですね松本清志で D ポイント20倍のキャンペーンですね期間は3月31日まで開催中でして上限は1000ポイントまでなんですけども松本清志のアプリと併用して利用ができるので結構お得なキャンペーンとなっておりますまあ先ほどお伝えした D バレーの街のお店10%還元キャンペーンと組み合わせたら実質30%分還元を受けることもできるのでそれも組み合わせて使うのもいいと思いますあとこちらもお得ですね D デリバリー50% こちらも開催中でございます期間は3月31日までなんですけども平日限定となっております D ポイント期間用途限定でも決済しても D ポイントが還元されるのでもしですねご自身のお住まいの地域で D デリバリーが対応していればこのキャンペーン使ってみるのもいいんじゃないかなと思いますそしてファミリーマート D ポイント40倍のキャンペーンこちらがラストの週となりましたこちらですねファミリーマートでお会計の際に D ポイントカードを提示したら実質20%分の D ポイントカードを ポイントがもらえるキャンペーンとなっております月曜の3月の23日までとなっていますので利用される方はお日にち間違えないようにお願いします あとそれが終わったらですね次の日の3月の24日から新たにモスバーガーと D ポイントのキャンペーンが始まりまして3月の31日まで開催されます期間中にモスバーガーのお会計の時に D ポイントカードを提示したら D ポイントがなんと30倍もらえるキャンペーンというのがスタートします付与上限は2500円までとなっていますので、まあ、もしですねよくモスバーガー利用される方はもちろんなんですけども、まあ、たまにしか使わない方もこれを機にですね D ポイント貯めたい 方はモスバーが行ってみるのももいいいいんんじゃないかなかと思まますもちろんエントリー忘れずに参加しましょうそして次お久しぶりの楽天ペイのキャンペーンでございますこちら大きく2つございましてまず1つ目は大黒ドラッグで最大10%還元キャンペーンですねこれ3月の23日からスタートしますこのキャンペーンの内訳としましたら楽天のポイントカードでまず0.5%還元キャッシュレス消費者還元で5%還元楽天ペイ決済で3.5%あとはそこに楽天カードを紐付けて1% これで最大の10%となりますので、これ注意してください。なのでですね、お会計の前には必ず楽天のポイントカードのページ忘れないようにお願いします。次は東急ストアで5%還元ですね。こちらもすでに開催中でございまして、3月の31日までとなっております。次はメルペイですね。メルペイでは大きく3つあります。 まず一つ目はこちらのメルペイフィーバー最大50%ポイント還元ということですね。こちらは対象のコンビニ、飲食店、そして街のお店でメルペイで決済をしたら最大で50%分が還元されるキャンペーンとなっております。まあ、今週はご覧のように飲食店が3月の28日で終了しますので、これ日にち間違えないようにお願いします。 そしてメルペイサンデーですね。こちら3月の日曜日だけ開催されるキャンペーンとなっております。こちらですね、3月の29日で最後となりますので、日にち間違えないようにしましょう、まあ。ID 決済が可能なところですとか、メルペイのコード決済が可能なところであれば20、20%分が還元されます。ちなみに先ほどお伝えしたメルペイフィーバーとメルペイサンデー合わせて上限が3000ポイントまでとなりますので、現時点でご自身がどれぐらい還元されているかというのはぜひ計算してみてください。そして ススメルペイのキャンペーンも絶賛開催中でございます。メルペイに招待したら500ポイント、そしてメルペイに登録したら1000ポイントがもらえます。メルペイの登録した方はですね、免許証などを使って本人確認が完了したらポイントがもらえるようになっていますので、ここお気をつけください。先ほどお伝えしたメルペイフィーバーですとか、メルペイサンデーと組み合わせたらとにかくとにかくお得ですので、一応概要欄に招待コードを貼っておきます。 次、aupay ですね。aupay では大きく3つのキャンペーンでございます。au のスマートパスプレミアム会員の方限定にはなるんですけども、ファミリーマート、そしてローソンにて税込み200円以上のお買い物で利用可能な50円割引のクーポンというのが出てます。こちらラストの週となりまして、3月の28日までとなっております。 あと、こちらもラストの週ですね。a u p の毎週先着25万枚200円オフのクーポンということで、こちらローソンにて201円以上のおしゃれで使えるクーポンとなりますので、まあ、ぜひですね、月曜日に確保して、この後お伝えする a u p の20%還元キャンペーンと合わせて使うのもいいと思います。そして、そして、そして、月曜日恒例のビッグイベント、誰でも毎週10億円もらえるキャンペーン、最大20%のポイント還元ということで、このキャンペーンついに明日が最後の週となります。 まりすあいやー、ほんと長かったですね、このキャンペーン。ステージ3に関しましてはいつまで続くかっていうのは全然わかんないんですけども、まだ aupay で購入しきれてない方はですね、早めに確保していきましょう。ちなみにこちらは1日あたりの還元ポイントが最大で6000ポイントまで、そして例のごとくですね、場合によっては当日の23時59分で終了する可能性が ありますもしですね購入する商品など困った場合はもう。 かかっているかと思います久しぶりのバナナ最後はとっておきのユーチョペですね。こちらユーチョペではクーポンが2つ出ておりまして、ポプラで使える200円オフのクーポン、そしてワタミグループで使える2000円オフのクーポンとなっております。ポプラ200円オフのクーポンに関しましては4月30日まで、そしてワタミグループの2000円オフのクーポンに関しましては3月31日までとなっております。そして少し前に僕の動画でも紹介させていただきましたユーチョペで税込み700円以上のお買い物をしたら Amazon ギフト券が必ず当たるキャンペーン こちらも開催中でございます。こちら3月の31日までとなっていまして、最低でも Amazon ギフト券が10円から当たるので、どうしても甘ギフは欲しくてたまらない方はもうチャンスのキャンペーンかなと思います。最後、日程のまとめですね。こちらはですね。まず最初の D 払い街のお店10%還元に関しましては3月26日まで、D ポイントファミリーマートの D ポイント40倍のキャンペーンに関しましては3月23日まで、で、au ペンのローソンファミリーマートのクーポン、そしてローソンの200円 オフのクーポンこれらは3月28日と3月29日までとなっておりますそしてこちらの青くなっているところは今週から始まるキャンペーンとなっております3月の24日から D ポイントモスバーガーのキャンペーンそして楽天米大黒ドラッグに関しましては3月の23日からスタートするということになっておりますまあそんなこんななこで今回は 今週一週間の3月23から3月29日で開催されるキャンペーン一週間のまとめをさせていただきました。いやーまあ、パッと見先ほどの日程を見て思ったのはあるんですけど、やっぱり PayPay ペイペイもすごいんですけど、D ポイント、D 払いもそうなんですけど、D ポイントも相変わらずちょっとえげつないですね。で、もう僕の予想としたら、今週の月曜日の a u p これ結構早く終わるんじゃないかなと思うんですよね。もう本当、駆け込みというよりかは、今まで何日か持ったのはあったんですけども、今までよりちょっと 早く終わるんじゃないかなと思いますので、まあ、これとこれとこれはちょっと買う予定があるというものですね。もう早めに買っておくのがいいのかなと思います。一応、下の概要欄に今回お伝えしたキャンペーンのリンクなど貼っておきますので、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、また月曜日からも頑張っていきましょう本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 今朝ですね、僕ツイッターでもちょっとつぶやいたんですけども、朝コンビニのデイリー山崎の方に行ったらですね、こんな風なね、値札が貼ってたんですよね。現金のお客様も大歓迎その場で税込み価格より10%引き対象商品ということで、なんかちょっと最近、最初に違和感を覚えてアクエリアス買おうかなと思ってたらまさかのね、現金のお客様も大歓迎ということで、もちろんデイリー山崎はキャッシュレッシュエ還元事業の2%のお店だったんですけども、なんでこう現金の方も大歓迎するのかな いうのはちょっとなんかハテナが湧いて、なんでかなとこう理由考えたんですけど、全然腑に落ちなくて、まあそんなちょっともやもやっとしたどうでもいい朝でございました。ということで、ありがとうございました。